東西南北僕北っしゃん。はい、ということで今日ですね、こちら 2.6 ホグのマスキの奥をね、圧着印紙使ってみたですね。まあこれ一番多分みんな見たかったんちゃうかなということで、まあこのまあ5コスなんですけど、まあマスキの上位互換みたいな感じで、もうめちゃくちゃ強い、トリマー圧着印がね本当に強い、マジで強いんで、まあ本当にね、このメタが少ないっていう感じですね。まあ、圧着衣がね、まあでもやってて思ったんが、まあ圧着衣に対してゴールデンナイトやったっけ？なんか突進するやつ？あれがね、結構強いかなと思うんですよね。結構ね、やっぱその、接近されたら結構あいつ弱いんでね、マジラチジラね、圧着衣か。圧着弱いんで、まあ突進されたらね、やっぱね圧着弱いなと思うんですけど、なんかクロークで避けれるけどとはいえみたいな感じなんでね、まあゴールデンナイトが、まあ、圧着衣のメタだなっていうのはちょっと思いつつありましたね。まあやっててちょっと思いました。まあちょっとゴールデンナイトがめっちゃめんどくさいなって、あと処理がねめちゃくちゃめんどくさい。まあなんせね、そのあれなんですよね、僕のねこの受けがね少ないんですよ、ゴールデンナイトのだから結構きついっていうのもあるし、俺は言ったんだよな、これラバクロっすね。ラバクロね、さっきやったんですけど、結構ね、勝てちゃうんですよ。ラバクロ26普通きついんですけど、勝てるんですよ。アチャクイがめっちゃ強くて、勝てるんですよ。こういうのはね、こう、マジアチャで、こう、マジアチャで、アチャクイでこう、ちょってあげて、で、あとはね、こう、アチャクイがね、もうお掃除してくれるんで、マジで。なんか適当にこうね、クロークってたら、もう消えてくんでね、マジで。マジで消えてくんの、ほら。見て。やばくない？マジで強いんだけど、本当に。いや、本当に強い、マジで。ラバクロこんなに簡単に勝てちゃうんだよ、マジで。やばくない？マジで。で、これ多分コウモリなんでね。そうですね。コウモリ来てからのベビーやろって時に、はい、シュイーン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 やってあげて、こう入るんそうで。やばくない？マジで。マジで強くない？これ、本当やばい。本当にやばい。てか、今までやってきたクワロはなんだってなるけどね、普通に。多分これあれですね、スケブなんでね。こう丸太で読んであげて、まあ、入ったしかなくてうまかったですね。これうまいですね、相手。これ今のスケブ読みの丸太読みのスケブですね。これうまいですね、めちゃくちゃ。やりますね、相手結構。俺がちょっと丸太早かったのか。まあでも相手がうまかったですね、今のは。さあさあ、圧着衣ね、こう2周目っていう動きができないんで、まあ圧着衣結構ね、低めから出しちゃいですね。で、呪文でやっぱ得られにくいんで、ライトニングではない限り、まあ、圧着衣は全然出しちゃって問題ないかなっていう感じですね。やっぱ圧着衣強いんで、本当に強いんでね。まあ、こう低めにやってくれると相手はね、有効手段がないっていう感じですね。まあ、なんで、結局、まあ、僕目線で言うと、僕目線っていうか、僕が思うに、まあ、あんまりね、高回転との相性は見られないっていう感じですね。いや、本当に、それは思った、めっちゃ。めちゃめちゃ思った。高回転との相性は別に見られない。だって2周目回せないし、2周目回せないから、まあ、別にそこまで強くないなっていうのは思いましたね。まあ、個人的には。で、多分これコウモリっすね。右。あ、遅れてスケブ？そっちか。あ、入るな。オッケー。なんなら？あー、強い。うちのホグめっちゃ強い、マジで。さあ。で、あいつは、早急に処理してあげて、で、相手、端前ラバとかぐらいしかできんしな。これめっちゃ強いから、マジで。アチャクイがね、ほんまに強いね、マジで。ほんまにね、冗談抜きでやばい。冗談抜きで、こいつ出しておけば基本的に守れるしね、マジで。本当にそれがやばい。っていう感じですね、今はマジで。マジで強い。本当に強い。なんか出んの悪いし、出が悪いし、めちゃめちゃ出が悪いけど、まあなんか適当にやってたら勝てる、多分。でもほらね、強いんだよね、マジで。圧着衣がね、やばい、マジで。本来ならゴミ相性なはずが、神相性になってしまうっていうね。圧着衣強えなってことは、まあ今までみたいな、なんかその、まあ、ファイブオンリーとかのデッキはきついんじゃないかなっていう感じですね。だから、ライトニング採用とか、まあ、ロケ採用増えるんちゃうかなって思いますけど、あとなんか、ファイブ矢の雨とか、ポイズン矢の雨とか増えそうやけどね。やっぱこの、結構ね、強いんすよね。なかなか、ファイブじゃ死なないし、ポイズン打っても死なないし、みたいなね。まあ、ポイロリで死ぬんかな、確か。まあ、なんでね、結構ね、やられづらいっていう感じで、いや、本当にね、強いなって思いますね。まあこの圧着衣は。でも、ゴールデンナイトも結構俺的に強いと思う。うん、やってって鬱陶しいもん。またホバリング砲ってことはこれラバクロスなんで。やめろよ。お、さすがにな。さすがにこれラバクロやった俺もう泣いてる。動画潰しや言うてな。うわ、来た！うわ、それええな。それええな、確かに。それ結構ええな。あ、これ溜まるよね。これ溜まるよね。結構溜まるよね、これ。うわ、いいね、めっちゃ。めっちゃいいね、それ。うわ、やばい、これ。やばそうやで、なんか。でもアイゴレが結構ね強いんですよね、これ。アイゴレが結構強くて、そうっすね。なんで、こう頑張っていただいてもらって、まあ、これに相手何出してくるんだろうな。まあ、わかんないけど、
これ処理めんどくさいなと思ったら、もうこれで黒くでチャン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 ってやったらね、もう1コストでこれムートを処理できて、なんならタワーに1発2発2発込めると、やばくない？いやほんまに強い。なんかとりあえずね、あ処理困ったなって残りそうやな思ったら、クロークっといたらもう消えてるからね、やばいマジでクソ強い。あこれあれだな、ラバクロだ、じゃあキョスケクローンだな、多分キョスケクローンですねこれおそらく。いやなんかクローン多いな、なんか今確かクローンがバグってるんかな、でも今確かアップデートで直った気するけどな、クローンバグは。わかんないけど、バグ直ったはずやけどな、わかんないですけど確か直った。さっきどうやったっけ、見てない。なんかあてかね、なんかファイスピーでかいんですよね、なんかファイスピーめっちゃでかいよな、ファイスピーめっちゃでかくない、なんかマジでファイスピー異常にでかいんだけど、なんか気のせい、マジでファイスピー異常にでけえ、マジで。もうクロークつ1コストでこうなんか咲かせれるって考えたらめっちゃ強くない、これやばくない。で1コストで、今の1コストだけでマザーネック処理できたら実質3アドなんすよ、やばくない、これがやばいんですよ。もうミリ残りでも残っただけでも相手は対処せなあかんっていう、いや強いっすねめちゃくちゃ。あやばこれ5外してる俺、あやばい、マジでやった、マジでやったこれいやマジで冗談抜きで俺これやったかもしれない、いや本当にやったかもしれない、マジでやったかもしれない、やってるやってる、これマジでやった、あガチでやった、ガチでやったこれ、いや頼むマジで、いやオッケーオッケー、全然いいよ全然、多分スケラ打ちたやろ相手、これ書いてスケラ打ちたやろ、打たへんのか、え打たへんかった意味なくないっていう打ってくれよちょっと、打ってくれないとこれでタワーあれですね、無視されます、そうですね、そう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 、多分これ相手で何だっけ、スケルトンキングとか出してくんじゃん、スケルトンキング、そうですね、スケキン出して、あー クエクロー食ってもよかったなこれ、今の打ってよかったな、あー来た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 、うわやっこやっこい、マジでマジでやっこい、マジでやっこい、マジでやっこい、いやでもね、とはいえやっぱね、大砲が強い、大砲とねこのアイゴレがね、やっぱねスケルトンキングでしたっけ、あいつはね結構僕的にはあんま強くないなっていうのもありますね。まあなんかコカツとか、まあスケラとか組み合わせたら結構強いなと思いますけど、まあこういうなんかね、あデッキにはちょっと刺さらないんじゃないかなっていうイメージですね個人的に。まあなんかそのゴールデンナイトとかアチャクイとか結構ね、まあ何でも強い気はしますけど、まああれですね、スケキンが結構難しい感じですね。スケキンってなんかいい、なんかすごいな、スケキン、ゴールデンナイト、ゴルナイゴルト、ゴルト、コルトみたいな、それなんていうの、ゴールデンナイト、ゴルナイっていうの、ゴルナイがねとか言って、なんかもう数週間後言ってんだよみんな、当たり前に、うわ来たアチャクイ、アチャクイ来たよアチャクイ、俺のアチャクイがないけどどうしよう、俺のアチャクイがない、やばい、マジで俺のアチャクイどこ行った、探しに行こう、あれだけの夢を言ってな、これ多分残るよなこれ、えどれね、あさすがに、さすがにやんな、さすがにやんな、うわえぐいの来た、僕絶対ね黒食ってくるんで、そうそうそう、やってくるんで、こいつらはねこうなんかいい感じに処してあげたいですね、で起動したいですね、ふっよいしょ、いやー完璧っすね、めちゃくちゃいい。でコウモリ、アチャクイ、プリンス、ロケホーかな、今のところわからないですけど、ザッパ入ってたかな、わからんけど、まあその4枚だからなんだろうな、まあとりあえずテンプレではないことは確か、まあ今の時代テンプレって言葉ないっすけど、おーなるほど、これホグ釣れないっすね、これホグ釣れない時なんで行っちゃいましょう、行っちゃいましょう、これね釣れないの、ほら見てください、これでね確定でね、まあ1発か2発入りますね、さあ2発か、いやー美味しい、いやスパーキーわ、やっべーの来た、マジで。やっべーの来たけど、なんか起動してる。あ、ロケホや。スパーキーに、プリンスに、まあなんかもう一枚多分縦分けが入ってるんかな。でもアチャクイ切ってか、そうだね。バルキーだね。ゴールデンナイトかな思ったけど、さすがにそれはちょっとあれなんじゃないかなっていう。さあ、シュイン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 、シュわあ、なんかね、こう読み合いが難しいんですよね。このゴール、何やったっけ、クロークの。結構難しいなっていう。結構使いどころでやっぱね、変わってきますね。でもなんか、結構アチャクイはなんか PS の見せどころやなっていうのはありますけどね。なんか、難しいっすよね。このスキル打つタイミング。本当に難しいな。とりあえずでもなんかね、ミニ残りでも打ったら、とりあえず1コストで絶対なんか咲かせれるんで、って考えると、めっちゃ強い。本当に。めっちゃ強い。マジでアチャクはやばい、1コストで絶対何か咲かせれるって考えたらめっちゃ強くない、うん、だって1コストでアド取れるもんないからね、これにアド取れるもんないもん、だってやばくない、そう考えたら結構やばいよね。あー来た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 、でこれ早めにやっとかないと消えちゃうんでね、そう消えて、そうそう、でシュワン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 やってね、
一応アイゴレでカバー仕上げて、で相手も多分黒く打ってきそう、そうだ打ってきそうだね。いやそうだよね、いやめっちゃ嫌やそれ、めっちゃ嫌やわ、めっちゃ嫌やわ。でこれプリンスかな、プリンス来るかな、プリンス、あーテスラマニアか、そうテスラ取るね。よく考えたこれ今めっちゃ気づくない、ホグ受け何枚あんのお前、ホグ受け4枚ぐらいあるんやけどやばくない、相手のホグ受け4枚ぐらいあるんだけど、助けてマジでやばいんだけど、普通にやばいよねこれ、相手のデッキやばいよね。お、やってる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 、いやたまれたまれ、たまった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 、いけ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 、ロロロロロいや強えマジで、マジで強え。でこれ相手結構厳しいんじゃない、あバルキリーあるわ、バルキリーありましたね、忘れてた。えこれ打ったらバカ入るで、見てて、行くよ行くよ行くよ、おええ、嘘やん嘘やん、今の絶対入った、めちゃくちゃ入った絶対、今の本来ならめっちゃ入ってる。じゃドガーンと言ってあげて、おっとおっと怪しいぞ、それは怪しい。でも相手なんかホグ見せてる、ホグ受け見せてるトルネオ見せてるぞ、やばいな。いやなんかこのなあ、なんか変わってしまったな、クアロアマジで、マジでクアロア変わってしまったな本当に。さあこれは多分テスラが来るよねっていう、でプリンス来るかな、うわ来たー、プリンス来ちまったよ、プリンスが来ちまったよマジで。これ多分トルネ来ますね、おそらくトルネ来るんで、まあ来たら美味しいですね結構。あ来た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 、美味しい美味しい。でこれクロークつって使ってあげて、シュワ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 、あれホグ飛ばすって、なんでおかしい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 、さあ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 、これトルネ切った後がきついよこれ、間に合う、よいしょ、あーじじ、いやーやっぱね、なんかあちゃくいゲーだなマジでもう26とは関係ないもんマジで、あちゃくいゲーだな本当に。でもねやっぱ高回転との相性はあんまよろしくないなっていうのはなんかちょっと思いますね。うん、ラスト一戦いきますか、ラスト一戦いって、まあ動画の締めいきましょう。さあイラゴン、こいつあれですね、うまいクロス使いですね、確かクロス使いかな、うまい、わかんないですけど、いやーねー、なんか変わるよねっていう、本当になんかね、本当ファイスピーちょっとでかいの、俺気のせいかな、なんかファイスピーでかいような気するんだけど、なんかファイスピーちょっと大きいような気がするんだけどな、気のせいなんこれマジで、気のせいなんですかね。でもねちょっとねこの26でいうあれアチャクイね、ちょっとね5コストなんでね、なかなかちょっと出しづらいっていうのもありますねなんかアチャクイプラスっていうのはなんかそれやったら、まあ、マスキの方がお得にアドを取れるなっていうのもあるんですけど、まあ攻めの部分に関してはねやっぱアチャクイ強いなっていう感じですね、マジでこれがねマジで強いんですよね。でこのままねカウンターでねシュパ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 ーできるんで、マジで強い、ホグ受けてきたカードをそのままシュパンシュパンシュパンできるんでね、まあ、こういうところもまあなんかこうシュパン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 やってあげて、チャ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 みたいなね、あーこれはあんまよろしくなかったね、うん、これはあんまよろしくなかったこれはあんまよろしくなかったな、これいやー多分黒食ってきそう、そうだね打ってきそうだね、いやここノックバック時間稼いであげて、いや完璧完璧。でも黒食ってあれなんだな、多分時間だからノックバックとかでなんか結構処理できますね。まあ難しいよね。でも意外とまあ強いけど、やっぱでかいよな。なんかでかいよな。え、ファイスピーでかいよな。こんなもんやったっけ、なんかでかいように見えるんだ。気のせい。アイスピー普通のなんか、え、あ、でもそんなもんか。気のせいか。いや、なんか、え、なんか、え、え、え、でかいやんな。え、ファイスピーでっかくない?気のせいなんかな、めっちゃファイスピーでかいように見えんねんけどな、なんか俺やばい疲れてんのかな、ええ多分でかいやん、えとかユニットなんかでかくね、相手のユニットなんかでかくね、えでかくね、気づいた、相手のユニットめっちゃでかくない、なんかえやっぱでかいやんな、相手のユニットでかいんだけど、で俺のタワー入ったらめっちゃちっちゃい、えやっぱそういうしよう、なんか相手のユニットでかいんだけどえ今気づいたけど相手のユニットちょっとでかいんだけど、なんかでかいんだけど、あーここ黒く打ちたかったな、いやちょっと打ちたかったな正直、今の打った方が良かったな、打った方が良かった、やばい、あれが回ってこない、あれが回ってこないからこれ結構苦しい、いやー苦しいよこれ、苦しいよ苦しい、いやー頑張れ、おら、オッケー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 、おでかいって、なんかでかいねんけど、えほんまにでかい、でかいやんなみんな、えこれみんなでかいやん、絶対、え絶対でかいやんなこれ、えほんまにこれ、えみんな、え気のせいよ、え気のせいマジで、えこれマジ気のせい、これ5打ちたい、ゲロ間に合わない、これ絶対間に合わへん、絶対間に合わへんねんけどこれあやばいこれマジで、いやーこれどうやろ、これ打ってくかな、打ってくるさすがに、さすがに、いや打ってこないな、これ打ってきたー、なんか打ってきたよ、そういうことするやん、すぐそういうことするやん、いや頑張れ頑張れ頑張れ、よいかれんのそれ、
それいかれんの、いやまずすぎる。ちょ待って、これ意外と難しいぞ、マジでマジで難しい。さあシュパン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 してあげて、よいしょ。さあ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 、いい感じで守れてるけど、ホグが全然刺せてない。相手のデッキホグ受けめっちゃ豊富なんだけど、やばいマジで。ホグ受けが超豊富なんだけど、いやいや、てか一発耐えんのやばいな。まあ、そういう面では意外と調整されてる、意外と調整されてる説。ファイスピのあれ耐えるんだな、意外と、意外と耐えるんだね。やめる、オッケーオッケーオッケー。いやホグがね刺せないんですよね、なかなか、なかなか刺せないマジで。いやここぶっ壊れに信じよう、ぶっ壊れ、ぶっ壊れアチャクイ、ぶっ壊れアチャクイ、いやぶっ壊れてるマジで、マジでぶっ壊れてる。でこれ多分ね相手そうババなんで、ここ読んであげて、決まった。これ多分プリンス遅れて一発、あー2発目いく、がーでかい、マジででかい。いや全然ある、全然ある、全然ある、全然あるよ、いけるよ。これもう置いといてあげて、とりあえずね、とりあえず、あマジやばい、やった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 。でまあここは待って、えてかなんならファイボーマルタ、ファイボーマルタとかいけん、なんかいけそうじゃね、なんぼかわからんけど。あこれさすがに無理か、さすがに無理だな、さすがに無理だわ、さすがに無理だわ、やばい、マジでやったかもしれん、さすがに無理かもしれん、さすがに無理、え無理か、やばい、いける、いける、これいける、なんか怪しくね、わかんないけど怪しくね、なんか、あえ次のあれでいける、もしかしてなんぼか知らんのよな、マジで。いやー頑張って、クエクロークって、マジで、あやばい、これマジでやったかもしれん、いや頑張れ。えなんか打ててないんだけど、なんで、なんで打ててないんだけど、勝ったくね、勝ったやん、あ勝ったやん、あ勝ったやん、あぶねあなんかあぶね、見てなかった全然。いやなんか難しいな、てか今のクロークボタン押してない、押してなかった、もしかして今だ、押してたんやけどな、押してないなんかならへんかった。まあ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 、といったところで、まあ別に悪くはないっすけど、全然悪くはない、全然悪くない、てかただただね、あちゃくいがぶっ壊れなんだよね、本当に本当にぶっ壊れっていう感じでしたね。まあこれゲットでき、え、みんなゲットはできるんだったっけ、え、ゲットはできないの、チャレンジで使えるだけか、チャレンジでは使えるんか、これで、これで使えるんか、使えるって感じかな、わかんないですけど、まあ皆さんよかったら使ってみてください。はい、ということでよかったらチャンネル登録と高評価とグッドボタンよろしくお願いします。ということで皆さんまた会いましょう。バイバーイ。